では首都圏で会見を開始します。以上、お願いします。僕から1点、まず平成26年度区役所業務の格付け結果を公表します。まあ、これ毎年毎年やっている格付けなんですけれども、まあ覆面調査とかですね、それからいろんなアンケートとか、まあそういうことで各区役所の業務を客観的に評価をして、まあ星1つから3つということで評価をしていくと、まあ区政運営の充実ということを大きな柱に掲げてきましたので、まあきちっと評価をするということをやってですね、まあ、ある意味各区に切磋琢磨してもらうと、まあ、そういう趣旨で格付けをやってきました。で、非常に僕はいい結果が出てると思っていまして、まあ、中にはこの覆面調査に関してはいろいろ意見ありましたけれども、また各区を切磋琢磨、まあ、競争させるのかということでいろいろ意見はありましたが、まあ、非常にいい結果が出ていると感じています。まずこの格付け、まあ、2つに分けています。まあ、1つは各区に共通する区政運営に関する事項と、まあ、区政運営について、区民の皆さんがどう、区民の皆さんというよりもその区政運営についてのいろいろな基準を指標を設けて、どこまで達成したのか、まあ、これを区民の皆さんのアンケートで評価をしていくと、市政改革プランアクションプラン編の成果目標に連動した9つの設問を設定と、市政改革プランで成果目標というものを掲げましたので、それに連動した9つの設問を設定して、無作為抽出した20歳以上の区民各区1500人ですから、相当なこれサンプル数ですね、1500人を対象にアンケートを実施と、まあ、それぞれの設問で獲得した星の数の平均によって区役所の格付けを行った。これ非常に厳しいんです。この格付けはですね、で調査期間が平成26年の12月の3日から平成27年の1月の6日と、で格付け結果は残念ながら、こちらの方は該当なしということになってしまいましたが、まあ、去年もなかったんですけどもね、ただアンケートの回答者数に占める肯定的意見の割合はおおむね上昇傾向と、各区が各区で、大体、まあ、上昇傾向で、特に、こちらの上昇の割合が高かった、伸び率の高かったところの上位3位まで、まあ、3位が同点なので、まあ、4区あるんですが、天王寺区、西淀川区、生野区、鶴見区が上昇率が一番高かった。で、24区平均では 2.8 ポイントの上昇と、まあ、天王寺区、西淀川区なんか7ポイント以上上昇と。アンケートなので、僕ら政治グループでこれ1500サンプルでこれぐらい上昇になるということは、まあ、これ優位な数字で、かなり実際にやったことが効果として出てるんだなと思いますね。ええ、まあ、よく各区頑張ってくれましたけども、まあ、星がなかなか難しかったと。基準がですね、これ一つ星取ろうと思っても平均星数が 0.75、 各設問での平均、平均星数か、各設問じゃなくて平均星数が 0.75 以上、 1.75 未満で、ただし星なしの設問が2つ以下に限ると。 0.75、 平均 0.75 を取ったとしても星なしの設問が3つあるとダメになってしまう。だから対象区は平均星数 0.75 をクリアしてるんですね、これね。対象区 0.75、 あ、25年度の1位だったんですね。港区、鶴見区、福島区、顔ぶれ一緒ですで、対象区は 0.75 以上だったんで星1つなんじゃないですかって確認をしたら、いや、設問で、星なしの設問が3つあったのでダメでしたというふうに言われ
まして、まあ、基準は基準なので仕方がないんですけれども、まあ、でも非常に、よく頑張ってくれたなと思います。特に対象区はあれですね、顔を知ってるかどうかっていう設問で 60% ぐらいの人が知ってるってなってたんで、おそらく維新の議員よりも知られてるんでしょう、これね。 60% とか 70% 近い数字で、あの対象区長名前知ってるっていうふうなアンケートの結果になってました。その他の設問でも、あの上昇傾向、非常によく頑張ってくれてると思います。そしてもう一つの項目が区役所来庁者等に対するサービスの格付け結果と、これはあの区役所窓口サービスなんですが、こちらは覆面調査でやりまして、こちらもよく頑張ってくれました。あの機能かな、職員提案とか改善取り組みで表彰を行った時にも少し言ったんですが、各区役所の現場でいろんなあの取り組み職員がやってくれてまして、まあ、それも区民サービスをこう質を上げるということにまあつながるような取り組みを各区役所でやってくれているんですが、まあ、そういうこともこういうところに結果として現れているんだなというふうに感じてます。24年、25年、26年とやってきてですね、確実にこのサービスのレベルが上がってきたなと。星1つが民間の窓口サービスの平均的なレベルと、星1つがですね、これが16、そして星2つと、民間の窓口サービス、民間の窓口サービスの平均的なレベルを上回ると、まあ、平均より上というところまで、まあ、よくあの役所の窓口でサービス悪いなんていうこともまあかつてはいろいろ言われていましたけれども、まあ、まずは平均レベルまで、16で平均を上回る、民間の窓口サービスの平均を上回るのが5ということは、21が民間の平均以上の対応していると、非常に、よく頑張ってくれてるなと。各区で多分これ区長がリーダーシップを発揮してやってるんでしょうね、まあ、ただ一つ星に達しないレベルということで、この花区、旭区、鶴見区と、ちょっとこの3つが保証をもらえていなかったと。鶴見区は区政運営の方は評価高かったんですけどもね、まあいろいろあの住民の皆さんのいろんな感覚的なところもあるのかも分かりませんが、まあ、それでも1500のサンプルですから、これはあのこの数字といいますか、この結果は無視することのできない、その結果だと思ってますので、まあ、この花区、旭区、鶴見区、まあ、もうちょっとというところがあったのかも分かりませんが、しかし星は取れていませんので、この3区窓口サービス頑張ってもらわなきゃいけませんし、一つ星を取ったところは二つ星を目指して、また二つ星を取ったところは、まあ、今までどの区も取ったことのない、まあ、全国に誇れる極めて高度なレベルと、まあ、高級ホテル並みのサービスとかいうことも聞きましたけども、まあ、そこまで役所の窓口でやってどうなるのかなとは思うんですが、まあ、ホテルのサービスとはまた違うんでしょうけど、まあ、それでも全国に誇れる極めて高度なレベルはちょっと一回取ってもらいたいですね。でそれ取ってくれたら僕も行ってみたいですね、どんな感じなのか。まあ、でもあの区役所の窓口サービスはこれもあの昨日 その職員表彰の時にも言ったんですが、まあ、ツイッターだけじゃなくてですね、僕もいろんなところを回ると、いろんな政治活動で回るとですね、住民の皆さんが区役所の対応が良くなったと言ってくれる声、非常に多く聞くようになりました。また地下鉄の、職員の対応がすごい良くなったとかですね、まあ、実際そういう声を聞くと非常に市長として嬉しいですし、まあ、現場で、よく努力をやってくれてるなと思っております。まあ、引き続き区政運営の充実、住民サービスの充実に向けて頑張っていきたいと思います。以上です。それでは質問をお受けします。必ずマイクを通しまして社名、氏名を名乗るのでお願いいたします。でまず幹事社の読売テレビさんお願いします。幹事社読売テレビの太田です。よろしくお願いいたします。はい、格付けの結果に関してなんですが、区政運営に関してはこれでまあ3年度連続で星を獲得できた区がなかったということになりましたけれども、3年度連続で獲得できなかったところがなかったですね。獲得いずれの区も、まあ、区政運営に関しては星を獲得できなかった。区政運営のは できなかった。はいはいはい。まあ、これで見ますと、まあ、表面的には、まあ、各区の違いが見えにくいということにもなるんですが、例えば基準をちょっと変えてみたりですとか、相対評価を導入したりという考えというのは来年度以降に向けては終わりですか。
また姿勢改革で考えてもらいますけど、どうなんですかね。まあ、今のところ、あの経過年度で、すいません、市民局の武富です。あの市民局の方で、はい。まあ、今のところ、姿勢改革のアクションプランと連動しているということですので、3年連続で、まあ、同じ基準でやらせていただいたということで、あれ、3年で一つ見るということなんですか。はい、いうことなんです。で、それで、まあ、同じ基準させていただいているという状況になります。まあ、確かにあの基準というのは決めの問題ですので、確かにちょっと厳しい面もあろうかと思いますけれども、まあ、そこはちょっと決めの問題かなと思っております。全然取れないとやっぱりね、ちょっとやる気にも影響してくるので、姿勢改革プランがそういう3年という期間を設定してたので3年間同じ基準でやりましたけども、これまた市民局で考えます。まあ、ちょっと厳しすぎるかなっていう思いもありますんでね。あとその競争を促すという点では相対評価という考え方もあるかなと思うんですが、ただ相対だと住民と皆さんに対してね、この役所の中でのこの争いだけになってしまうんで、住民の皆さんがどう感じてるかってことを考えると、まあ、これは絶対評価でやらざるを得ないんじゃないでしょうかね。住民の皆さんに対してのサービスということなので、これ資料の方ではあれ言ってないんですかね、こう右矢印が右にこうなってるやつ、記者の皆さんにお配りした資料の中で、各設問ごとのこの数値の変化、これを渡してますけれども、まあ、矢印見てもらうと各区どの項目も右上っていうふうになってるので、まあ、意識して各区が意識してやってるなというのは感じますけどもね。わかりました。あと例えば先ほどあった、まあ、天王寺区ですが西淀川区、確かに非常に大きなポイントアップになっているんですが、この大きくポイントを上げている区とそうでもない区、まあ、それから星を増やした区、減らしてしまった区、まあ、この区の差がなぜ生まれるかに関しての市長の見解なんですが、これやっぱ区長のそれぞれのマネジメント力というところに追うところが大きいですか。区長のマネジメントとやっぱり各現場の職員の意識じゃないですか。もう人の力、それが全てですから、やっぱりそれは各組織で、どれだけやったかというところにもかかってると思いますけどもね。だから今までそういうあまり意識なかった、区役所窓口充実させなきゃいけない、住民サービスを良くしなければいけないって意識あったんでしょうけど、こうやって評価されるってことになったので、みんな相当意識してると思うんですけどもね。だからやっぱりこうやって結果で現れてきますので、星がなかったとか点数低かったっていうところはもう一回区長が区役所の中でしっかりマネジメントしてもらわなきゃいけませんね。対策取り組み、それをまとめて実行していくということをやらなきゃいけないと思います。わかりました。相当精緻に調査してるらしくて、電話かけたり何したりっていろいろやってますんで、やっぱこれはこの結果っていうものは相当重く各区役所受け止めてもらわなきゃいけませんね。はい。あと別件なんですけれども、昨日テレビ局の討論番組にご出演されましたけど、はいはい、あくまで立場がですね、大阪市長ではなく大阪維新の会の代表としての立場に出演されてました。はいはい、おそらく市長という立場の中立性というところを懸念されたんじゃないかと、まあ、想像しているんですが、おそらく今大都市局の方に指示はされていると思うんですが、今後の情報発信について、まあ厳密に市長と代表の立場を切り離せない中で非常に難しいところがあると思うんですが、例えば時期、この時期以降は、あるいはここまでは喋るけれども、ここまでは市長としては喋れないというような、その区切りというのはもうできつつあるでしょうか。ですから統一地方選挙終わった後の4月13から始まる正式な大阪市としての説明の時には、これはやっぱり市長という立場ですよね。市長として説明はするけれども、反対の立場の人も入ってもらいます。入ってくれるかどうかは知りません。向こう側の意思次第ですからね。本来であれば法に基づけば僕自身が一人で説明はできるんですけれども、まあ、それはやっぱりフェアじゃないだろうという思いで、野党側の方にも入ってもらうような形でやりますけれども、ただそれはあくまでも大阪市主催のものですから、まあ、市長という立場での説明に、まあ、なりますね。その市主催で市長の立場でお話される時なんですが、そこでお話される内容というのは協定書に書かれていることのみなのか、あるいはそこをある程度乗り越えて説明する分も出てくるんでしょうか。いや、もちろんですよ。それは僕の説明なんですからね。だからそれ違うということであれば住民の皆さんが正してくれればいいし、そこには反対の人も説明会に来てるわけですから、いろいろ言ってもらえればいいわけですからね。で、本来であれば
別に反対の野党と一緒に説明なんかする必要ないわけですよ。で僕が役所組織フルに活用してね、税金使って、これ広報費で今回1億5000万ぐらい予算つけますんでね、でその予算を使って政治グループだったらこれ1億5000万用意するって言ったら大変ですけどもね、あの役所の場合には1億5000万って用意して、これで会場を抑えて配布物配ってとか、それから組織も政治グループの方だとスタッフがもう数人しかいないところが、こっちはもう大都市局フル活用して活動できるわけじゃないですか。でもそれをやってしまうと、前の以前のね、まあ大阪市役所のその市長選挙の状況、現職の市長選挙ということになれば、いろんな各その町内会というか地域振興会とか、まあ地域でのタウンミーティングと称してね、そこに市長や関係各局の幹部が出向いていって、それは役所の仕事なのか政治活動なのかわからないということを、まあ前市長の時までずっとやってたわけで、それはもうやめようということで、バチッとあの中立条例っていうのを作ってですね、本来僕はやってもいいんですよ、これ。幹部、本当はどこの自治体でもみんな選挙前のあれは幹部連れて行って、あの地域に出向いて行ってタウンミーティングと称して、そこでバンバン予算つけたりとかやるわけですよ。でそういうことはもうやめようということをやった以上は、今回のこの住民投票における説明についてもね、僕自身が賛成という立場で役所組織をフルに活動して、まあ、そう取られてしまうような、まあ、実際はそうなってしまうんだけれども、できる限りそういうのはやめようということなので、まあ、4月13日からの説明会に限って、告示、住民投票の告示までの2週間ぐらいに限って、で反対の野党会派も入れた形での説明会、あとはもう政治活動としてやっていきたいと思いますけど。じゃあ考え方としては、市長の立場でここまでしか喋れないというような区切りを作るのではなくて、まあ喋りたいように喋るけれども反対意見を持つ野党にも加わってもらうという考え方。そうですそうです。はい。わかりました。あ、ただ市長の立場だったら呼びかけはできないんじゃないのかな。ちょっと後で確認しますけど、あの賛成してくださいねとか。もちろん呼びかけは別に、あの中身のその都構想、うん、まあ、協定書は一体どういうものかという説明部分に関してですけど、協定書の説明の部分は大都市局にやってもらいますから、そのあの文書というか、まあまあ、まあ説明の部分はね、あとはあのそれについての賛成反対みたいな意見のところは、僕は当然賛成で、そのメリットの話、これだけ大阪にとってプラスになりますよと話を当然していくわけでね、反対だということであれば、昨日の柳本議員のように的確にああいう形で指摘をしてもらって、またそれに対してこちらの意見を言うという形で住民の皆さんに見てもらいたいですけどもね。そういう意味で言うと、昨日に関しても、まあ、反対派の柳本市議がいらっしゃったわけですから、市長としての立場で出ることもできたとも。いや、やろうと思ったらできますよ。でもそれやったらまた職員連れて行って、それもまあ僕についてくる職員は残業代つかないからね、経費がかかるかといったらかからないけど、まあ、役所の職員使うことになってしまうので、まあ、昨日はだからそういう意味であの特別秘書の方で対応しましたけどもね、別にやろうと思ったらいいんですよ。だから前の市長の時にはもう討論会って全部役所の秘書ついてきてたじゃないですか。僕は政治活動としてやってるテレビの番組でもね、前市長はもうありとあらゆるところに市役所の行政の随行秘書を連れてきてましたからね。やろうと思ったら全然問題ないんですよ。でもそれはまあ控えておこうというふうに思ってます。わかりました。幹事社から以上です。では次お願いいたします。よろしいですか。ABC 木原さん。ABC の木原です。はい、都構想の関連で、はい、あのおとといの囲み取材の際に、あの都構想効果でその、確実に都構想になったら積み上げられる部分、1億以上に積み上げられる部分を積算するように大都市局に指示されたとおっしゃったんです。確実に、積み上がる分ですね、病院の統合とか、都構想になると自動的に、効果に含められる部分を目次を精査するように。そうなんです。ただそれがね、自動的になるものと、それから例えば地下鉄なんかはね、その民営化っていうことに関してはこれ違うっていうふうに言われてるんですけれども、これ今度党に行った場合に、
当に行った場合には今の大阪府議会っていうのも別に地下鉄というか鉄道事業については公営で、やるっていうこだわりがないわけですよね。仙北高速鉄道でも事例があるわけですから。で果たしてそれはね直接の効果というのがどうなのかっていうところっていうのがもう微妙なので、あの一応内訳っていうか全部見させてもらったんですけれども、柳本議員が言ったようにもう厳密にその都構想で自動的になるものだけが都構想の効果ということになるのか、それともやっぱり今の府議会が実績があるものについてはねもうそこは議決があるだろうとそれも都構想の効果と見るのか、もうこれある意味もう評価の仕方なんで、だからちょっとこれをまた出すっていうとね、多分メディアの方は都構想の効果これだけとか言ってやると思うから、まあちょっとそれは表というか分類にはしてもらいました。それは公開何らかの形で公開されますか？いやそれは分類というか考え方の整理だけしたんで別に正式な文書じゃないですけど、まあそれ別に言ってもいいです。だから地下鉄だったら府議会の方がもう実績あるじゃないですか、もう仙北高速鉄道でもう民営化してるわけですからね、だからこれはもういけるだろうとか、あとなんだっけな、もうすでに実績があるっていうやつがちょっとそういう考え方で分類したっていうのはあるんですけどもね、だからまあそれは必要であれば言ってもらえる、まあ、ただこれ考え方なんだよね、行政として分類するものじゃないだろうなっていうふうに思いましたね。以前会見でお願いしたその議論の土台を作ってほしいという話なんですけど、昨日の討論ではついに自民党側効果はゼロ円にまでなってしまったので、やはりその確実に統合効果といえるものをはこれだけあると、あとは評価の問題でどちらの言い分が正しいと思いますかという分け方をきちんとした方がいいと思うんですね。それをぜひ出していただいて、まさにそれを市議会で議論されると市民も分かりやすいのかなと思うんですけど、ただそれは行政の分類じゃないですよ。それは行政的にこれが都構想の効果なのかどうなのかなんてことはやっぱり言えないですね。でだから議論のやり方として今言われた点は重要なので、じゃあその考え方をね言っても指摘してもらって、都構想になったと同時に施設がね自動的に一緒になるもの、それから施設が自動的には一緒にならなくて独法同士なんだけども独法同士が合併になるものとか、それからさっき言った地下鉄の民営化のようにもう都議会ですでに実績があるんで、公営企業なんかにこだわらないから、それはまあだってもう仙北高速鉄道でもあるんだからまあそうなるだろうとか、それから例えばゴミの収集なんかでも適正規模にこう変わってきたときに他のその自治体、大阪府内なんかの他の他都市比較なんかをするとみんな民間委託やってるわけですよ。で大阪市だけがこれできてないわけですね。でそれはやっぱり議会の、まあ、今の議会というか今の自治体のこの性質だろうと、やっぱこれ他の自治体どこ見てもみんな民間委託やってるんだからこれできるじゃないかとか、でこれを都構想の効果というのかどうなのかっていう分類はやっぱりちょっと行政ではできないなというのを思いました、ね。まあ、やっぱこれだから賛成派と反対派での議論の中で言っていくしかないんじゃないでしょうかね。で僕ね昨日もねその議論昨日ボイス機会与えてもらったからありがたかったんですけども、いつもこの都構想議論の、ね、効果のところをすごい指摘をしてもらうんですけども、言えることは特別区を作ってきちんと改革をすれば改革効果が出てくるわけですよ。それは間違いないんですよ。改革をやればね。だから4000億とかいう数字が全く嘘偽りの数字じゃなくて、大都市局で整理をした改革っていうものをきちっとやれば効果が出てくると、で改革をやれば効果が出てくる。ただその改革っていうものが都構想が必要なのかどうかっていうのはこれ多分にこれ評価の問題なんで、やっぱ行政ではこれ分類できないですよね。まあ、なるべくそこをきちんと議論して、少なくとも土台として双方これだけは最低限生み出せると、あとは評価の問題だという分類を、議論の中で生み出していただきたいなと思います。反対派の方からそういうことを言われたら、やっぱりこれは自動的に、施設が統合されるじゃないかとかね、で今言ったように、いや地下鉄なんかだったらこれ大阪都に移ったら都議会は全然公営企業にこだわってないんだからやるじゃないかとか、僕の立場だったら全部都構想の効果で入ってきてしまうんですよ。
だからその理屈をまあ見てもらうってことになるんでしょうかね。でただね、あの効果学のところは、まあ、もちろんそれは住民の皆さんには見てもらわなきゃいけないんですけども、もともと大阪都構想の効果は何かって言ったら、二重行政の解消と二元行政の解消と住民実の充実ということなので、こっちの方で本来は議論しなきゃいけないわけでね。で改革をとにかく続けていけばあれだけの金額が出てくることは間違いないので、これは都構想の効果かどうかっていうところで、そこはそんな議論する必要あるのかなと思うんですけどね。逆にそこはあの統一選で訴えることと都構想で訴えることと分けるべきじゃないかと私は思ってるんですけど、例えばさっきおっしゃったあの地下鉄は、まあ、府議会に行けば今よりは通りやすくなるでしょうけれども、通る保証もないわけですから、そこはまさに統一選で維新が、過半数取ればこれは進めますよという話だと思うんですね。だから それは都構想になれば自動的になる話とはまた別なので、まあ、そういう意味で両それぞれ住民投票で訴えることと統一選で訴えることは峻別されるべきではないかと思うんです。でもその効果っていうのはそこまでね、直接その因果関係っていうものをそこまで厳密に考えて政治的な主張をするかって言ったらそうじゃないと思うんですよ。もし厳密にそういうことを言ってしまったら、じゃ あの大阪の景気を良くしますと言ってもですね、じゃあそれは大阪市だけの原因によって生まれるものなのかと。だから今行政でいろんなことをやってますけども、成長戦略なんかでも大阪のそれ大阪の行為だけなのっていうふうになるじゃないですか。全体的な日本の景気とかいろんなものも合わさって結果が出たんじゃないの。でもそれはやっぱりでも大阪市の取り組みの結果でもあるよねってことはこう言っていくわけで、だからこの大阪都構想の効果議論っていうのは全く無関係なものを入れるわけじゃないけれども、でもその前提として改革をしっかりやれば17年で、風刺合わせて4000億円の効果が出てくることは間違いない。17年で4000億円、改革をしっかりやる。ただその改革っていうものにその大阪都構想っていうものをかまさないといけないのかどうなのかっていうのはものすごいこれやっぱり評価のところなんで、うん、だからそれは厳密にそこを議論してもね、とにかく改革しっかりやっていきます。大阪都構想っていうものをやって、で今でも改革進まないんだから、この改革を進めていくために大阪都構想をやりますっていうのもね、それは僕は政治的にも大阪都構想の効果だって、まあこれは僕の立場だからですけど、まあ、それだからそういうことを住民の皆さんに聞いてもらって判断してもらうしかないですかね。他ございませんでしょうか。読売新聞の今日はちょっと別件なんですが、はい、観光局長金さんが正式に辞められるというのがありまして、はい、後任の人事に着手しているという話もあるんですが、市長の方に何か報告はありますでしょうか。いろいろ聞いてはいますけれども、知事の方で調整しているというのは聞いてますんでね、次の観光局長に期待されるというのはどういう部分になるでしょうか。やっぱり組織マネジメントのところで、まあ、知事と僕で、ずっとこれまで言ってきた役所の組織に縛られないね、大胆な発想でいろいろ取り組んでもらいたいというところはあるんですけども、ただじゃあ役所組織を完全に無視できるかっていったらそうではないので、まあ、そこのバランスが必要なのかなと思ってますね。まあ、役所的なやり方に、まあ、そこから全く一歩も出ないっていうことでも困るし、だからといって、この税金の入ってくる、まあ、組織である以上役所組織から全く何の縛りもないというわけにはいかないから、ここは難しいですね。でやっぱりこの観光局の、ね、組織のところは、まあ、これはもう最後僕が僕と知事で OK 出したので、これは自分らの責任なんですけれども、やっぱりちょっと組織のあり方当初引っかかったところがやっぱりそういうふうになってしまったのかなというところで反省してます。コンベンション協会と観光局の関係がよくわからないんですよね。本番よろしいでしょうか。関西電鉄。関西電鉄です、はい、地下鉄とバスの民営化、2月議会でもどうやら野党会派は否決に回りそうな、そうですか、感じですけれども、かねてから
指示をされていたその地下鉄のさらなる値下げの部分、交通局と議論されるというようなお話でしたけれども、また否決ということになると、この値下げの部分の議論にも影響は及ぼすとお考えでしょうか。ね、もう交通局がだいたいあらあら考えてくれてると思うんですけどもね、予算プレスで発表できるのかどうなのかあれですけども、きちっとそこはできる限りの市民還元をしていきたいと思っています。実現に向けて、そうですね、動いていると。はい、はい、です。ちょっと昨日も出なかったことで一つお伺いしたのは、その、富士山との議論でもなっていたその2000億円都に行く部分について、はいはいはい、広域のところですけども、これは基本的にはやっぱり大阪市内の広域に当たる部分に使うという。ええ、だって仕事がそれを抽出してお金をそこにつけるわけですから、だから今大阪市役所がやってるその仕事分にお金をつけるわけですからね。ただ大阪府全体のことを考えて、大阪市にも役立つけれども、ちょっと他の地域とかそういうようなところはなんか特別会計を設けられるということで、そこは何か決めるんですかね。いや、だから特別会計でね、はい、その使い道については。だからそこでみんなに分かるようになれば、市内でなくても、市内にも資することであればというようなことと考えられれば、市外のことにも使う可能性があって、それは特別会計でみんなが分かるようになればいいということなのか、それとも、市内に限るというふうになるのか。いや、それは特別区長がだから決定するじゃないですか、協議会の中で。特別区長がやっぱりその自分たちのその町のことを考えてね、だから特別区長もどういう視点を持つかってことなんですよ。で、僕は知事の経験もあるし市長の経験もあるんで、大阪市っていうこの面積 11%、12% のところだけを考えたらね、大阪は発展しないと思ってます。で、そもそも大阪市はね、例えば関空に出資してるんですよ。関空あれ100億単位じゃなかったでしたっけ ね確か 100億じゃなかった、3桁だったんじゃなかった、いや3桁も、いや出してなかった、いやなんか出資してるんですね、はい、で本市の橋、ね、とかね、はい、だからやってるんですよ。で、それをここに来てこの大阪都構想の時になってだけね、市外に使う市外に使うっていうふうに言うんですけども、で、そもそも大学だってそれは確かに大阪市内にあるけれども、学生なんて7割が市民外ですからね。だから大阪市民のために、大阪市民のためにっていう概念がはっきりしてないわけですよ。で、京大の教授はね、そこを曖昧にして地域外に使うっていうふうに言うんですけども、もうすでに大阪市っていうのは地域にいろんなものを持って、交際員だってそうです。今僕は何とかしてなあかんって言ってるのもそうだし、千奈の方にも何とかメモリアルとか何かあるでしょ。だからいっぱいあるんです、今まで。野外青少年野外活動センターとかもね。だからそういう現実を無視してちょっとでもそのお金が地域外に流れることが悪なのかって言ったら、今現実にやってるじゃないですかと。だからこれは判断だと思いますよ、特別区長のね。いや、ちょっと周りにやっぱり使った方が自分たちのプラスになるって言うんだったら、そういうこともやるでしょう。で、実際に大阪市域内に大学を持ったり、大きな公園を持ったり、障害者センターを持ったりしてますけど、これも全部市民以外の利用のために税金使ってるわけですから。だから市域内だけに使うんですっていうことにこだわる、そういう議論がナンセンスだってことを僕は教授に言いたかったんですけどもね。現実の政治行政知らないでしょと、現実の大阪市政ってものを全く知らないでしょと、これは地域に流れる、だからこれが問題だっていうのは、もう今実際にそういうことやってるんです。だからどこまで広域の2000億円のお金をね、どの範囲でどう使うか、これを全然特別区に関係ない形で千早赤坂村に使うなんて、これはありえないですよ。それはだけど特別区に関係する、特別区のためになるものであれば、それは地域内なのか、地域をちょっと出るのか、それは特別区の判断になると思いますよ。で、ゆくゆくはね、ここは なぜ重要かというと、今まで大阪市がやってた仕事でね、広域的な仕事として大阪市の市税でやってたものが、やっぱりこれ府税でやるべきものじゃないのっていう議論になりますよ。そしたらそれはもう府税遺憾ですよ、それは。だから特別会計は
これ大阪の財政調整制度の仕組みはね、あの2200億円固定じゃないんです。仕事見合いでお金を弾くんで、仕事が少なくなってきたらこのお金は特別区の方に返すんですよ。これは割合を決めていくわけだから、だからきちっとあの特別会計のところで、まあ、今まで大阪市が今までやってきたものは暫定的にまずこれは全部大阪市のお金で大阪都庁にやってもらいますけども、やっぱりこれ大阪府税でやらなきゃいけないねって。僕あれあの本市華僑のやつとかもう関空のやつなんか大阪市はもう関与するなっていうふうに言ってますから、もう一切お金出すなっていうふうに言ってるんで、そういうものはもう府税でやっぱりどんどんやってもらわなきゃいけないんでしょうね。でそうなれば、むしろ逆に特別区で使えるお金が増えてくるわけです。だからあの大阪市が今までやってきたこの広域の仕事っていうものをね、やっぱり整理していかないといけないんですよ。この特別区のためにあえてこの広域の仕事をやってるのか、いやそうじゃなくて本当に純粋に大阪府民全体のためにやってるのか、大阪府民全体のためにやってるものはこれは大阪府税でやってもらわなきゃいけないじゃないですか。だからそういう意味で、まあ、地域外に出る出ないをね、あそこまで問題視してるあの教授の、まあ、そこのおかしさっていうところを僕は指摘をしたかったんですけどもね、もう実際に現実の大阪市で地域外のお金いっぱい使ってるんですからこれ、僕は今それ整理しにかかってますけどもね、バイオ研究所だってあれそうでしょ、あれ吹田市にあるんですよ、あそこ年間6億あって市政100周年かなんかであれ建物かなんかボーン建てて、あんなことをあの教授何も知らないわけです、だから評価の問題なんで、あの別にどっちがいい悪いではないんですけど、だからその市内のために必ず使うという考え方ではだからないということにはなりますよね。いや市民のため市内のため、だからそれは特別区長が判断ということですよね。はい、でまたそうやったら可能性ありみたいなことで、そんな悪意には見つかりません。それは千早赤坂とかあれもね、法的なんとかだっていうふうに言ってる議員の数で言うわけですよ。また大阪市内の府議会は3割ぐらいしかいなくて、で7割は衛生士の議員だから、だから政治的に絶対にこれは地域外に流れると。だからそれも現実の行政は本当にね、もう学者って本当現場見てもらいたいなと思うんですけど、だからそんなことやったら御堂筋イルミネーションができないじゃないですか。これ御堂あの河川のライトアップで僕何十億使ってるんですか、これあの知事の時に。そんなこと言ったら、あの衛生省の議員の方が多いから大阪市内に投資できないって言ったら、大阪市内にあの大阪府庁は何もできないってことですよ。こんなバカな府議会議員いませんよ。みんな府議会議員はやっぱり視点がねちょっと変わって、あの大阪全体の発展で自分のその当該自分の市町村も発展すればいいっていうような考え方も持ってるから、大阪市内に金突っ込んだってみんなあの場合によってはある部分について反対するかもわからないけども、これ大阪全体のためになるっていう場合には大阪市内に金突っ込むこと何も反対しないんでね。でむしろ千早赤坂にね道路を作るで衛生士の議員の方が多いからって言うけど、あれはね完全にごまかしなのは千早赤坂を担当している衛生士の議員というのは一人だけなんですよ。でその人の声だけでそこにお金持ってくれるかって言ったら持ってこれないですよ。で大阪市の議員とそれから周辺の大阪市の周辺のね、まさに僕が大阪都構想である特別区を想定している周辺の市町村の議員を合わせると過半数なるんです。だから大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、八尾松原、これぐらいでも過半数いっちゃうんですよ。だからみんなそれぐらいの視点でものを考えたら大阪市内への投資ってものはみんな賛成しますよ。これだからちょっとその辺があの学者もね、大阪市内は3割の議員しかいなくてその他が7割だと、今の大阪の都市の構造っていうものは大阪市を中心に周辺の、市町村も合わさって一つの塊になってるわけ、もうそこで十分過半数あるわけですから、大阪市内から税金が流れる、大阪市内から税金がどっかに流れていくなんてことはそんなバカなあの議論はありえません。よろしいですか。
それでは政務についての質疑に移らせていただきます。ご質問のある者の方は挙手をお願いいたします。3時5分頃までということでお願いいたします。すみません、朝日新聞さんお願いします。はい、よろしくお願いします。今回住民投票の実施、公明党との政治的な、折衝というか話し合いの中でこれが決まったと思うんですが、一方で公明党 の支援者の方の中にはまだやっぱりその橋本市長の以前 の上昇関西の名脈を断つとか、あとその人の道発言などでだいぶそのなんていうか感情的なしこりみたいなものがあるかなというのを取材で感じているんですが、そこら辺市長としては何かしらその支援者にの方に対してのその何て言うんですかね、今後どう訴えていくかというか、そこら辺はどのように。いや、それは過去のことはもう双方であったわけですから、もうそこは言い出したらきりないんでね、将来に向けて、住民投票実施というところで合意ができたと、もうそこを、どう見てもらうかと、それしかないです。もう過去はだとお互いにいろいろあったんですから、それはこちらだけの問題じゃなくて、公明党にも問題があったわけですから、そこもやっぱり公明党の支援者の皆さんにはしっかり公平に見てもらわなきゃいけないんですね。ただお互いにもうそこは話をつけて、以後はね、もうそういう対立状況にはならないと、住民投票というものに向けてね、そこはもう合意ができたというところで、公明党の支援者の方にはそこを見て評価をしてもらうしかないですよね。だって維新の支援者の方はやっぱり状況で公明党に対しては怒ってた状況ですから、そうお互いにやっぱり意見がぶつかってね、ああいう過去のああいう状況になってたということです。で今はもう違うと、大阪都構想についての賛成反対は維新の会と公明党では立場が違いますけれども、でも住民投票をやるというところでは合意ができたと、もうそこで僕はいいと思いますけどね。市長の街頭での発言等を聞いていると、その公明党に対する批判と支援者の方に、支援者というか支持母体に対する批判とだいぶ切り分けてやってらっしゃるのかなと。だからちょっとそれについて批判、なんていうんですか、批判されたと受け止めてる方がむしろちょっと誤解してる部分もあるのかなと思いながらちょっと聞いたりしてたんですけど、でも言い訳したってしょうがないんでね、もうね、僕はだから公明党に対してずっと批判をし続けてきたわけですから、ただその公明党に対する批判を支援者に対する批判だというふうに取られた場合にはね、それは僕の言い方の問題でもあるでしょうし、ただそれを僕は今になってそれは訂正するとか釈明するとか言ってもね、もう今更言ったって言い訳がましいので、とにかく公明党に対する批判は過去はやっていましたよ。支援者の人はだと僕は関係ないんでね、公明党に対しては政治的にやっぱりあそこまで相互にああいう状況になったので徹底して批判はしましたけど、ただ今はもうそういう関係ではないです。住民投票のところまではしっかり合意ができましたん で都構想についての賛成反対はお互い政治家なんでね、これはもうしょうがないです。わかりました、はい。他にご質問のある方は、大阪市域に出る出ないっていうのがだから僕は信じられないのが、前の市長がそれ言ってるでしょ、よっぽど知らないのかなと思って、大阪市の予算が大阪市域外でね、大阪市域外の設備とかそういうところに大阪市の予算が使われてたっていうことを前市長は知らずに大阪市をやってたんですかね。だから今あれなんかいろいろ聞いたら、大阪市の税金が大阪市域外に出るんです、どうですって、藤井京あの人のなんか意見を引き見解を引いてものすごいなんかこう勝ち誇ったように言ってますけど、いやいやあなたもしっかりと大阪市域外に税金使ってたんですよと、よっぽどだから何にも見ずにやってたんじゃないですか。あと給食についてもあんなまずい冷たい給食は なってないって言って、いやいやあなたがやってた弁当提供事業も同じように冷やして同じ仕組みでやってた、あなたがやってた弁当提供事業を発展させたのが僕がやってる給食事業なんで、いや平松さんはだから何にも見ずに理解もなくやってるのかなと思って、ちょっとあまりにも自分あんなんか僕の方が恥ずかしくなってきてるんですけどね。だからいや先輩じゃないですか、先輩じゃないですか。いやだから
だって僕が市長になって市域外の設備をね整理しようって言って野外青少年活動センターや何やらこう整理してたわけですよ。たくさん大阪市は市域外にいろんなものを持っててね、で未だに交際員だってこれ年間6億か8億か吹田市にある施設でバイオ研究所はこれ年間6億の運営費、まあいっぱいこれ市域外のお金使ってて、でこの大阪都構想になった途端に市税が市域外に流れるんですっていう風に大騒ぎしてる人たちっていうのはね、いやだから本当はこういうのを公開討論でやりたかったんですけど、もう別にあの人はもういいんで、あの大体どれぐらいの知識でどれぐらいの人かっていうのがよく分かったから、あんまりあの討論しても意味ないなと。やっぱり柳本さんとやる方がね有権者のためになりますよ。すごい良かったと思いますよ。はっきりとどういう立場なのかということが見えたから良かったと思うんですけど、市域内の大阪市税が市域外に流れます。だからまた変な学者がみんな連帯してねやるでしょ。大体僕に反対する人たちっていうのは特徴分かってるんで、ああまたかと思いましたけども、全く現実も政治要請知らない中でああいう反対のための反対の論を張るんで、そんなら一発でこんな現実知ってますのバカじゃないのって言ったらもう終わってしまうから、もうああいう人たちとは議論やっても意味ないですね。でもやっぱり柳本さんなんかは現実のこの大阪市政をやっぱりよくご存知の方なんでね、やっぱああいう形でこう議論になりますけど、もう市内の税、大阪市民税が市域外に流れる、これがもう重大な事実だ、大阪都構想に隠された7つの事実だとか、バカじゃないのと思いますけどね。本当どんだけ今までその市域外のお金使ってたんだっていうか、それをまた前市長が言っちゃってるっていうね、なんとかしてくださいよ。もう質問終わりの方はいらっしゃいますか。大阪スポーツの橋本です。はい。昨日の討論なんですけれども、最後に毒まんじゅうと言われて苦笑いしてましたけど、笑いの意味を教えていただけますか。いやそれはもうそんなことを僕はコメントする必要もないので。はい。急に毒まんじゅうと言われて驚いたのかなと思ったんですけど、あんな表現をするとはみたいな。いやもう勝手にだからそれはどうとでも感じてくださいよ。恐れます。デイリースポーツの北口です。はいはい。毎日放送さんにさっき問い合わせましたら、視聴率は昨日 10.3% で、まあ前の4週の水曜日と比べたら平均が 7.9 らしいんで、まあまあそれなりの注目度はあったのかなと思うんですが、まあ視聴率は僕らは関係ないんでね、奥田さんの責任になるだけでしょでも今お名前出ましたけど平松前市長ですけども、ちょっと市長のいつもおっしゃってる学者さんたちとはまた立場の違う方で、見識もおそらく違う方だと思うんですが、むしろ平松さんとやり合ったら一番話があるんじゃないですか。出てきてもらいたいんですよ、前市長ということでね。もう給食まずいとかいうふうに言ってるのがもうびっくりしてね、いやーすごいなと思って、何にも報告も何にも把握もせずにこれいい市長時代だったんじゃないでしょうかね。いやだって自分で弁当提供事業で冷たい弁当を自分で出しといて、で弁当が冷たい、橋本の給食は冷たい、橋本の給食は冷たい、まあでも給食が冷たいっていうことは、その前市長の時もそうだっていうのは在阪のメディア誰もそこを指摘もしないんでね、まあ別に僕のところだけ指摘すればいいんですけどもね、まあ大阪市民税を大阪市域外に流れるってことを、こういう現実を知らない学者がね言うんだったらまだしも、でまたそういう学者が言ったことをすぐにこれだと思ってね飛びついて、この都構想反対の主軸のこう理由にしてる人たちいっぱいいるわけですよ。本当はもうそんなの一発でもう5秒でね、もう終了っていうふうに持っていけるんですけど、もう今ここで答え言っちゃったから、もうどうせ公開討論やるつもりもないからもう答えも言ってしまいましたけども、いやまあ学者が言うんだったら、まあ何も知らない学者が言うんだったらいいけれども、平松さんにはやっぱりそういうことは言ってほしくなかったですけどもね。
まあ、本当は平松さんとの公開討論でそれ言いたかったんですけどね、一番ね、もうこれで言っちゃったんで平松さんももう言わなくなるんじゃないでしょうかね。でも平松さんとぜひ公開討論出てきてほしいですけどね。あんだけ都構想反対反対、大阪をおもちゃにするなとか言ってあのチラシ配るぐらいだったら出てこられたらいいんじゃないですか、で平松さんのもうやりたいような会場設定で全員仲間連れてきてもらって、もう本当にもうその場でやってもらったらいいと思うんですけどね。いや本当に昨日のようなああやって公開討論やってもらったら有権者も判断できると思うから、ぜひそういう機会で機会を平松さんに作ってもらいたいと思いますね。まあ、あと平松さん以外にも昨日まあ、ボイスさんの方にですね、まあ、自民党以外の会派からもですね、まあ、批判の意見、反対派の意見が出てましたけど、当然まあ柳本さんに限らず各会派がですね、まあ、議論すればいいと思うんですよ。あんなボイスに紙だけ送ってね、言いっぱなしの、もうあれが今の大阪市議会なんですもん。僕に全然質問も何もせずに、全然もう知らないところで役所の役人をいじめたばっかりでね、今の市議会議員はもう本当だらしないというか、もうだから今の市議会作り直さなきゃいけないという僕は思ってるんですけどね。言ってきたらいいじゃないですか、柳本さんみたいにね。面白かったですよ昨日は。まあ、もう全然他の会はもうフリップだけ出しても言いっぱなし で僕からの反論も受けることなくね、今の市議会がそんな状況です。ありがとうございます。それでは他に質問には、質問終わりの方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。それでは、はい。